岐阜県に大雨警報が発表されました。発表された地域を確認していきます。岐阜県中津川市、下呂市、こちらに大雨警報が発表されました。中津川市、下呂市に大雨警報です。現在の雨雲の様子、雨の降り方についてもいただいているお天気報告で確認していきます。岐阜県内広く雲が広がっておりまして、ところどころで活発な雨雲が広がっています。レーダーエコーを重ねてみますと、黄色や赤色の活発な雨雲の下では雨の降り方がざっと強まっていたり、ゴーという激しい雨の降り方となっているのがわかります。この後も大雨による土砂災害に警戒をしてください。また今後の雨雲の動きについてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。下のバー、右から2番目のレーダーと書かれているところをタップしていただきますと、このように各地の雨雲レーダーエコーがご確認いただけます。今後の予想が最長で27時間先までご覧いただけるようになりますので、この後の雨雲がどのように動いていくのか、ご自身お住まいの地域を拡大しながら、この後の雨の降り方や変化なども追っていただければと思います。この後も強まる雨にご注意ください。